どうもリオです。じゃん。はい、ということでですね、今日は自宅警備員でございます。お菓子ゾーンのお菓子たちに誘惑されながら買い出しに向かいます。今日は絶対にお出かけ日和だという感じなんですけども、やってまいりましたセブンイレブン。はい、ということで今日はですね、もう見てお分かりの通りセブンイレブンで好きなだけ食べて好きなだけ飲もうという企画でございます。企画と言いますか、もはやね、私がやってみたかったやつなんですけども、はい、もうね、早速すみれさんから調理していきます。というかさ、もう現代のコンビニ飯ってさ、チンするだけで酢豚もハンバーグもチャーハンも食べれるのすごすぎん？便利になったなという感じなんですけども、ちなみにこれはですね、出来上がったチャーハンを一回器に戻して、ひっくり返して丸くするっていう作業になってます。こうすることでね、チャーハンを食べてるぞっていう気持ちをより味わえるということで、できた。平たいな。はい、チャーハンをね、よりチャーハンにしたところで酢豚とハンバーグが出来上がりまして、というか皆さんはさ、金のハンバーグ、金シリーズって食べたことあるのかな？まずね、金シリーズから食べるということで、こちらの金のレモンサワー準備が整いつつありますので乾杯。なわけで今日のメンバー紹介、すみれさんのチャーハンからの金の酢豚からの金のハンバーグ、チャーハンが飛び散ったしめ鯖、あとこれはですね、なんかバジルパン、はい、でカニカマ煮卵、それとふっくら香ばしい太ししゃも。いただきます。はい、まずはね、もうお腹が好きに好きまくってるのでチャーハンからいただく。結構セブンイレブンだとスミレのチャーハンって王道なのかな。というかむしろ私セブンイレブンのチャーハンを初めて食べたんだけどさ、めちゃくちゃ美味しいね。うまっ。しかもね、お椀にぎゅうぎゅう詰めにしてあることによって若干ちょっと少なく見える。このソースをたっぷり絡めていただく。これもね、もう先に言っちゃう、本当に美味しかった。今ね、映像を見ながらアテレコしてるんですけど、もう映像とね、声が追いつきません。うん、ハンバーグからのチャーハン、この米の方がさ、色が薄かったらまだわかるんだけど、もう画面的に濃い濃い。最高チャンネル、最高チャンネルが始まったところで、お次は酢豚。こちらもね、初めて食べるんだけど、この金シリーズの酢豚、ちょっと野菜とかも入ってるかなと思ったんだけど、もうこれはね、豚一本勝負ということで、結構タレが濃いめ、黒酢砂糖濃いめです。うん、美味しい。待って、酢豚美味しい。なんかさ、感動を覚えた時に商品のこのパッケージ袋とか見たりするの好きなんだけど、あんまり何も分かりません。ふと思ったんだけど、酢豚にはさ、何のお酒が合うのかね。なんか餃子だったらビール、唐揚げだったらレモンサワーでしょうとか、人それぞれあると思うんだけど、酢豚って何なんだろう。まあ何のお酒でも美味しいと美味しいだから美味しいんだけど。次はですね、パンチェッタとペンネのジェノベーゼ。これも初めましてなんだけど、ジェノベーゼ好きはね、もう絶対好きでしょうっていう感じ。バジルがめっちゃいい感じだわ。トマト、ブロッコリー、ジャガイモ？違うな、ベーコン。あ、ジャガイモだ。結構塩味が効いてる、しっかり。美味しい。
これはねワインが飲みたくなるようなそんな感じ。今日はお家だからね、いつもより食レポが結構的確具体的ですね。金のレモンサワーを飲み終えたところで、ちょっとね SNS で見かけたやってみたかったことを実践してみる。この氷ロックにねそのままお酒を入れて飲むっていう。ではでは乾杯。これはですね酒豪、もうね大酒豪になったような気分になることができるのでとてもおすすめ。そんでもってお次はしめ鯖。もうねセブンイレブンも刺身も舐めてはいけません。この美味しさでこの量でね300円ちょっとで買えるのは本当にありがたすぎる。小さい頃とかはしめ鯖とかしめてる系のお魚はねそんなに得意じゃなかったんだけど、年を重ねるにつれてその辺のお魚たちの魅力が分かってくるっていう現象。じゃーん、そうだ、スパイファミリーの T シャツを買ったの、ユニクロで。めっちゃ可愛くない？前髪めっちゃ可愛くない？アニャピーナッツが好き。はい、ということでカニカマなんですけども、セブンイレブンのおつまみでよくお酒を飲むという方はもう定番なんじゃないかなというぐらいのおつまみでございます。ちなみに私は初めまして。というかね、気づいたことがあるんですけど、カニカマって最強なんじゃないかなって。もちろんお魚だからしめ鯖にも合うし、マヨネーズだからもちろんチャーハンにも合うし、もうねとんでもないとんでもないつまみをセブンさんは発明してしまっている。そしてここで登場するのが半熟煮卵。はい、もうこんなん絶対美味しい。というかね全然関係ないんだけどね、この画面から言うと左眉毛の上の方ね、カミソリでガーっていっちゃってさ、欠けてんのよ。見て見ぬふりをしていただければと思います。この日はねキッチンに3時間ぐらい滞在してダラダラと飲み食いしておりました。いくらでもねリビングとか空いてるというのに、このキッチンで食べるこの狭さ、絶妙なこの窮屈感もなんかいいよね。唐揚げ棒忘れてた。ということで私はこの酢豚のタレにドボンドボンで。こりゃもうねとんでもない。これめちゃくちゃお酒も合うし、考えてみれば酢豚の豚が鶏になったからさ、そりゃ美味しいんだよね。唐揚げ棒を食べてて思い出したんだけど、今ねハマってるアニメが多すぎて Amazon プライムで見てるんだけど、新作が出るのすごい楽しみなんだけどね、もう逆に今追われてる状況。もうね逆にっていう感じです。今ハマってるアニメについてはねもうありすぎるから、今度ねまた熱く皆様に聞いていただきたいと思っております。ごちそうさまでした。はい、ということで残りのレモンサワーはねアニメを見ながら飲もうと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。やはりコンビニ飯セブンは最強。ではでは、チャンネル登録とグッドボタン、コメントもよろしくお願いします。バイバイ。